や、君が朝倉陽君？はじめまして、ファウスト八世です。なんだか調子の狂うやつだな。ヨド、この男ただならぬ死臭を払っているでござる。もしかしてファウスト八世って、もうファウストの子孫？いかにも。今からちょうど500年前、彼はシャーマンファイトに参加しました。だから僕は生命の真理に到達するため、ネクロマンシー、死体蘇生術です。そして魂をオーバーソウルさせると。阿弥陀丸！彼女は愛しのエリザ、僕の助手であり持ち霊か。研究の邪魔をしないでください。離せファウスト！おとなしくしてくれないか。手元が狂ってしまうからね。胸部特に異常なし。いくら。どいてろよファウスト。よーくん聞いてるだろ。お前たち、我が命に従い蘇れ。ボーンデッドリボーン。僕の骨たちを一瞬で。これが彼のオーバーソウル。我が身を守れ、シュッツ・デス・クロッヘン。お前は許さん、ファウスト発生。無駄ですよ。これじゃキリだね。望み通り今すぐ倒してやる。デドレンゲデス・シェーデル、それがどうした。お前の相手はオイラだろうが。ったく、あんなのやつ。友達のために。なるほど、それは素晴らしい。これぞ我が不術、ネクロマンシーの極み、死者復活術。誰なんだそのエリザってのは。それは子供の知ったことではない。さあエリザ、彼に安楽なる死へ。人形遊びはもう終わりだ、ファウスト発生。さあ、よくもエリザを侮辱してくれた。今の言葉もう一度言ってみろ、言ってみろ、言ってみろ。いつまでそこばかり逃げ回るつもりだ朝倉よ。何度でも言ってやるさ、人形遊びはもう終わりだ、ファウスト。人形なんて言われてかわいそうなエリザ、必ず僕が生き返らせてあげるからね。シャーマンキングとなって。過去に縛られたお前にはシャーマンキングになる資格はない。エリザ。